38位やって。女の子らしい、そう？割と凶暴一種かと思った。今日も学級機械てきましたよ。今日はストレートの日だったんですけどね、学級企画から髪を結びました。で、それを上の方に結び直しました。が、ゴム使ってないから多分後ろが悲惨やねんな。毛量多いからさ、一回で掴みきれん。疲れた。学級着替えてきた。昨日めっちゃ進めたから、今日はちょっとゆっくりめに進めてたの。なら空き時間にペンギンとこ行って喋って、でずっとやってた。手にさっきまでめっちゃ落書きしててん。最初フルフル先生が、フルフル先生の手に書きたいって言ってん。私がペン持って、ペンっていうかインク、え、無理って言うから言ってたけど、ピッピッてやってハート書いてん。で、いびつなハートですねって言ったら、なんだっけ、ブーメランやなって言われて、で、そのまますぐ拭き取られて、書いてって言ったら同じように私よりもいびつなハート書いてくれて、で、わあすごいいびつなハートや、もうこれ洗わずに持って帰りますねって言ったらびっくりして。で、それが面白かったから担任の先生にも書いてもらってん。リス先生、真ん中にフルフル先生が書いたから、その斜め上に書いてもらってん。ならなんかそれがめっちゃ分厚くてかゆかったんやけど、なんか面白くなったから友達2人にも書いてもらって、しめじちゃんとなめこちゃんで、で次誰行ったっけ、なんかいろいろ行って、あーチーター先生とか行って、でペンギンに書いてほしいなって言って教室行ったら誰もおらんくて、教室暗かったから、あのペンギンの教室だから、もう鍵閉まってるかなと思ったけど、まあ、ワンチャンにかけてドアこうやってやってん、開いて中入れたから入って待ってたら、ペンギン来て鍵開けて入って、で書いてって言ってペン渡そうとしたけど、書くわけないやん、他の人と一緒にすんなって言われた。ずー
ーっと待ってたけど、その後も書いてくれへんかった。ずーっと待ってた。で、なんか私がペンギン先生の椅子に座るって言って、最初座ってて待ってる時、わざとあれやで、ペンギン先生が座ってたから座りたいとかじゃなくて、ペンギンの席なくしといて席ないですよって言いたかったからそこに座ってんけど、なんかもうあったかいやん、自分座ってたから。だからなんか黒島座ってたから、座ってたじゃわ、座ってたから、なんか俺の席に座ってんの嫌って言われてん。だから私も嫌だったんで椅子変えるところでしたよって言ったら、なんか他の友達が人肌恋しいもんなって言ったら、別にそこまで恋しくないって言うから、私がもう満たされてますもんねって言ったら、友達が彼女って言ってうなずきかけてた。もうこれは確定っしょ、うなずきかけた。でそれが恥ずかしかったのか、だってそういうことにしといた方がネタになるやろって、わざとやろ、それ言いたかっただけでわざとうなずいたよ。結局最後まで書いてくれへんかった。でも友達の手には書いた。なんか生徒会のなんか作ってた工作してる子がおって、隣に後ろでやってん。でその子がたまたま座りたいからって言って私の隣に来たから、手貸してって言ったらはーって言って出してくれてん。優しいな。だからハート書いてあげた。お揃いやねって。なら今帰って連絡見たら、その写真撮って送ってきてた、カピカピって。だから私も写真撮って、私もカピカピって送っといた。その他の人にも書いた。草ちゃんももちろん書いたし、もうしめじちゃんとなめこちゃんに至ってはここら辺まで全部書いてたし、なんならしめじちゃんはもうここ全部色ついてたし、ベタベタ。誰を揃いしたっけな。あ、病み上がりの子、一週間熱出てた子、久しぶりって書いといた。お揃い、ペンギンな、書くのは書いてくれると思ったんやけどな。ペンギンに書かせては無理やと思った。絶対この後も俺懇談あるから無理って言うと思ったけど、絶対だと思ったけど、書くのも無理か。病み上がりの子、そう、いやだいぶ長く休んだからさ、担任の先生が心配してさ、大丈夫かなって言って、誰か連絡してあげてよって言われたから連絡したら、無理やって言ったら無理やけど大丈夫って来た。もうそれ大丈夫じゃないやん大丈夫じゃないって言おうやな普通。どんな人なんかな。ペンギンせっかくおったからさ、どんな人なんですかって聞いたら無視された。普通に見てみたいわ、あんな変なペンギンでも、ひねくれたペンギンでもいいと思う女の人、顔が見てみたい。顔見ることによってさ、ペンギンが面食いか面食いじゃないかもわかるやん。うんって、面食いじゃなくてもこの顔が刺さるみたいなのもあると思うし。
その写真送ってきた子かわいい、わざわざ私が絶対撮らんといてなって洗わんといてなって言ったから、撮らんとちゃんと帰り際かな送ってきた。いい子、ペンギンと大違い。今日さ、制服のさ、スカートにさ、テンってだけ白のインクが飛んでん。ほんまにテンってだけ。歯ブラシでシュッてやった一滴くらいの点が一個ついただけやねんけど、お母さんがめちゃめちゃ怒って、もう絶対取れへんかーって先まで言うてて、水でちょっとこすったら取れんのに、もうすごい怒るから疲れた。もうこれは何言っても無駄やなと思って何も言わんかったけど、疲れたから練習行ってくる。なんかな、すぐヒステリックなんだよ自分も。やけど今隣の席の子が俺の名前出しといてって言ってたから出してあげるわ。あ、名前じゃない、俺の話しといてって言ってたからしてあげるわ。なんか今隣に座ってる子が、隣の席の子が今日学級企画に来てて手伝ってくれててん。手伝ってくれんのはいいねんけど、そこにおった先生が、あ、うまいやん、いい感じやんって言った瞬間筆落としたみたいで銀が真っ青のとこについて、で頑張って隠してたけど分かりやすかって、ここって言ったら案の定そう、頑張って隠してたけど、なんかそういうミスばっかりやったから結局邪魔してんのか応援してんのか分からんわって感じだった。なんでポーカーフェイスを装わなかの、そうっていないかいって。なんで逆にポーカーフェイスにしたいと思う。私は豊かの方がいいと思うで、もともと小学校の時表情ほんまになかったし、ポーカーフェイスでねとか言われるのめっちゃうざいけど、なんかわざとじゃないし、なんなら直したいと思ってるけど、まあいいや、言ってもわからんな。TikTok いいにしてくれた子じゃない。その子は全然違う。その子は超暴力的な、もう先生らにボコ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 やって、もうすごい子やから。その子じゃない。全然真面目でめっちゃ頭いい子。幼稚園から仲良くて、小学校の時も仲いいし、幼稚園の時に仲良かった子たちのグループにも入ってたから、何回か家でも遊んでんのかな多分。15分かな、緑15分。よし、終わりまーす。さよなら、ランキング見まーす。13位、オレオーズさんありがとうございます。12位、かまかりさんありがとうございます。11位、ヤン008さんありがとうございます。9位、カズくんさんありがとうございます。8位、レム太郎さんありがとうございます。ん、変わったな絶対。10位、カズくんさんありがとうございます。12位、オレオーズさんありがとうございます。
11位にょろにょろさん、ありがとうございます。10位レム太郎さん、ありがとうございます。9位新アットマークノエルさん、ありがとうございます。8位ヤスさん、ありがとうございます。7位ヤン008さん、ありがとうございます。6位リュウさん、ありがとうございます。5位マキコさん、ありがとうございます。4位マチカネクキタルさん、ありがとうございます。3位セイくんさん、ありがとうございます。2位タカシさん、ありがとうございます。1位ダテちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。明日国語2連続あるで、2時間。うん、疲れた。終わる。